はい、どうも。いい天気だな。今回は、立ち回り、キルレイ4が教える立ち回り&強歩講座、ジェネシス編でーす。はーい。じゃあまずは、ドミネの立ち回りね。これ見て、勉強してください。はい。ってことで、まずはこっちから A 側です。だいたいこの辺かこっちだっけ、だいたいこの辺から始まるじゃん。でこれで、まあもう毎回言ってるように、初期ハトは一人でいい。誰か取ってんなって思ったらもういいっす。でだいたいもうこっち行くんだけど、ゴーストの時もさそうだったじゃん。知ってる人は知ってると思うけど、行くんだよ敵の開幕旗に。で行き方はそうだな、まあこっちから行ってもいいし、それがこっちから行くとさ、ちょうどここで見えるんだよね。透けてるから結構強い。こうみたいな、ね、俺はまあだいたいいつもこっちから行って、この買ってこう見ていく。こう見ていく。で、全部狩る。うん。で、あとは、まあ、こっちね。こう行って。でもね、ここね、見えるんだよ。だから、あっ！って思って、こうやられたら、まず負ける。だから、俺がおすすめするのは、開幕行って、この辺で、はい、こう。で、警告出るじゃん。で、1秒あたりで、飛ぶと。わかる？もう一回やるよ。ちょっと待って、警告あれか。あ、大丈夫か。で、この線から下。この線から下を走る。そうすると見えない。この辺。で、1でいい。ここからこうジャンプしていく。で、まあここを全滅させて、全滅させたら取るじゃん。シールドいらないかもしれない最初は。で取ってる間に向こう、そこね、そこに向かってグレーを投げると、置きグレーね、俗に言う。ほらここだから、ここでこうやって見てる敵も死ぬと。こっち側はこっちから来てもあんま強くないんだよね、普通に殺せるから。そっちなんて、でもこっちから来られるとちょっとめんどくさいから、置きグレー、グレネード置きグレってのがあるから、敵が来そうな場所に置いといてね、なんか置いといて、あ、グレある、いけねえって思わせて、まあ時間を稼ぐと。それからもうちょうどよくちょうどいいタイミングで来たら死んでくれる時もある。うん。でだからグレネードは強いんだよ。で C 取ったら、まあ B 行くよね。こう見て B 行くでしょ。まあ、ここも一応気をつけて、ね。で、ここもいるから、たまに。で、一番多いのが、まあ、わかると思うけど、一番多いのが、ここね。伏せてるやつ。めんどくさいね。あと、これもいる。まあ、クリアリングの方法としては、まず、ここ行くじゃん。ここ。で、まあ、ここでね。ここ。で、ドームシールド残しといたじゃん。それをここで使うと。大丈夫、やる。こうやって。ドームシールドあればさ、やれるから。あん。で、まあ、どこもこう、分かれ道になってんだけど、まあ、どっちから行ってもいいよ、これは。別に向こうはやってると仮定して、こっち行って。あのね、俺がいつもこっち入るときは、この柱縦にして、こう見るわ。うん。で、こう見て、で、まあ、入ると。ここもドームシールドそんないらない。うん、普通に取れるから。はい。で、B 旗取ったら、まあ、まあ、うまくいけば、だいたい、ここですんで。ここですね。だから、それを狩ると。まあ、こう待ってもいいし。こっち行ってもいいし。
で、シールスの時は、だいたいここじゃん。でも、まあ、旗なんかいらないと。C 旗なんかいらない。こっちに行く。で、こっちね、こっちの方が不利だよ。こう行くの。でもまあ、うちで強い人なら、こう行ったりして、やると。うん。まあ、それがもうさっきみたいに、こっちでもいいしね。こっちでも、こうやって。これも残り1秒ぐらいで飛び出すと。うん、これの方がいいかもしれないね。そう。で、肌取ってる敵を狩る。うちで強いならそのまま行ってもいいけど、弱い人はここからね、撃ったりして。この柱から顔出して撃ったりして、ね。で、A を狩ると。で、俺はね、A は取らない。あのね、だいたいここで殺したら敵 B リスなんだよ。B 取られてんだよ、もう。そこで殺したら。だから A は取らずに、で、ここでグレーに乗って、ログについて、この辺。あ、ここ。こうか。こうだ。で、敵全員吹き飛ぶから。うん。ここのグレーは最強。投げるときだけ顔出すんだよ。わかった？で、まあ、こっちから、ここ入るのは、まあ、あそこで顔出しされてたら、まず、勝てないんだよね。だから、まあ、まあ、俺はこっち行くよ。こっち行って、まずそこの敵を見る。で、殺す。で、ドームシールドの出番、ここら辺に投げて、で、こう、ミスター。で、こう、ジャンプと。強いから、これ。これはかなり強い。で、俺も、これね、B 取った、B 取り行くんだけど、これも味方に任せる。A も無視して、B も無視して、俺は、ここで見る。全員入ってたらさ、いきなり来られたら、負けるよな。見る。こうね。で、味方が入ってくれるのを祈る。たまに入ってくれない味方がいるから、まあ、ちょっと、その時はもうドンマイって感じで、ドンマイっていう感じで、自分が取るしかないけど、まあ、こうでもいい、こうでも。でもこう見るとさ、こう横切られたら追いつけないんだよね。うん。で、勝ったら、まあ、今度は C 行くよ、そりゃ。こう見るじゃん。で、こう見るじゃん。やるじゃん。こう行くじゃん。で、リスはあそこ。あそこらへん。さっき言ったあそこらへん。で、多分こう戻ってくると思うんだよね。まあ、A に行く人もいるけど。その時はもう大体、もうこう。もうこれ、カレポジだから。もうダッシュしながら敵を狩ると。うん。こう大体強いから。そして、コストを貯めて、うまくいけば、この辺でウォーデンが溜まってる。ソアも溜まってる。で、あとは無双するだけと。はい、まあ、立ち回りはこんな感じで。あとは、強歩。強歩は、ここいる人いるけど、そんなにまあ、そんなな、こっちの方が強いよ。こっちの方が強い。強歩そんなないんだよな。だいたい立ち回りだからさ。ここも強いよ。C 取ってて、B 取られてて、A も取られてるとき、ここ強い。ここ買って、ここの敵を買って、A 行くみたいな。あ、絶対見るんだよ。絶対見るんだよ、こうやってこっちを。買ったから、そこで買ったからといって油断して、もうそのまま前走っていくと、敵いるから、すぐリスだからそこ。あ、で、ここも強砲ね。強砲ね、ここ。で、取ると。で、そこね、ここ。B 取ってて、C 取ってて A 取られてるときは、まあ、ここ、結構強いんじゃないか。うん。ここね。見える。で、ここも、こっから見える。うん。あ、あとこっちからも行けるから。こう。ちょっと今の危なかったけど。でも俺はこれあんま使ってないわ。危ないから。危ないから使ってない。あと強歩なんかあったっけな。そんなないんだよな、このマップ。立ち回りが、立ち回り重視だから。で、ここでうろついてるのもいい。こうやって守れるから。あとなんかあったか。ああ、グレネードね。グレネードは、こっから投げると飛ぶよ。この辺からコップを置いて投げると C 飛ぶから。逆も同じ。C からここを飛ばすこともできる。
あとね、俺がいつもやってるのはこの辺でこうグレー投げて A を飛ばすっていう。強いよこれ、かなり強い。でたまにここから来たりするけど、まあ旗の敵を殺すのがまあ最優先なんで。はい、まあ、これがジェネシスの立ち回り。まあ、ここも強いね。あんま俺はいないけど、俺ソア出すときはこの辺にいる。案外気づかれないっていう。こっちから来なきゃ気づかれない。でソア使ってて、で敵が B に入ったなって思ったらすぐやめて、四角長押しですぐやめて見る。取ってる敵を殺すみたいな。はい、まあそんな感じで、あのこんな感じ、もうないもうないっす。まあいいでしょう。まあ、ジェネシスはまあ打ち合いと立ち回りかな。あー、強ポあんまないわこのマップは。あとドームシールドの使い方、ドームシールドはこのマップ旗に置くより必ずなんかこういう出にくい場所に置くと、その方がいい。はい、じゃあ、これで終わります。お疲れ様でした。